皆さんこんにちは、ペソでございます。横澤物語続きやっていきましょう。ではまたね、1月になりましたんで、スカウトからまずまずか。判断力8だ、びっくりした。ごめんなさい。もちろんですね、これは初日で来た、びっくりした。行きますよ。はい。もうね、横綱候補は決まってますよね。錦さんの次なので、あれどこだ。焦った。あったあった。はい、丸竹恵比寿に押尾池姉さん、六角タコ錦ですね。でシアヤブッタカなんで四条さん、はい、四条通りの四条さんですね。青が多かったんでね、赤でいきましょう。はい、来たねー、つい1日目で来たか、びっくりした。ありがたかったけどね。はい、まず四条さんからね、お小遣いからスタートだね。アイゴツさんです。まあこれで、とりあえず80代後半もしくは90代まで見せてね、いきましょう。はい、ケアゲさんは劣化が始まるんだよね、28だとか。まだ目に見えてないのか、次からですね。はい、境町さんは、このまま鉄砲ですね、集中力を上げていきましょう。とりあえず次の小遣いタイミングなんでね。薬師さんは上半身3つ目が欲しいね、あと1個、73にはしたいね。高倉さんは、ここから小遣いなしの申し合いのあれが始まります。本場所来場所でだいたい80ぐらいまで目処ね、見てます。六角さんは今26歳、あと丸2年はこのパラインチですね。錦さんもこれからの方、とりあえず申し合いで3つ上げて、瞬発力が80到達しましたね。はい、北王子さんは劣化が始まってる、何が落ちてる、判断力、まあもろもろですね、あと2年持つかな。バンマさん、とりあえず上半身50の後はまた判断力に振っていきたいですね。富野浩二さん、こちらも上半身ですね、70いけば横綱目指せるけど、あと2年でどこまで上がるかっていうところですね。はい、2日目いきましょう。はい、まだまだ小遣い。はい、こっさんです。これで69、次で80なのか。はい、ケアゲスさん、サッカー今さんは鉄砲ね、薬師さんが上半身あと1個欲しいよ、上がれ、上がんない。高倉さんはもう試合、場所で60半ばまで行くんかな、高倉さんは。はい、錦さんも試合、よいしょ、間違いないよね。北王子さん、はい、でバンバさん、上半身来いよ、上がれ、上がんない、上がんない。はい、3日目行きましょう。はい、アイコツさんです。これで85だから1回3つ回してまた小遣いでね。ケアゲさんはそのまんま、高松さん鉄砲、はい、これで明日お小遣いか。薬師さん上半身来い、上がれ、上がんない。高倉さんは申し合い、錦さん、判断力70リーチになりましたね。初日で当たり引くとは思わんかったな、びっくりした。はい、バンバさん来い、上半身上がんない。
後ろ二人もうんともすんとも言わんな。はい、4日目行きましょう。さあ、これで一回ね、申し合いをかけて、よいしょ、クリアーと。で、また明日からお小遣いね。ケアゲッサン。で、小遣いか。はい、こっさんでーす。よいしょ、やる気が出てきた。上がれー。上がんない。間違いないよね。さあ、これで判断力70到達。うん、バンバさんは上半身やね。あー、上がらんかー。あー、鳥の声さんもダメ。はい、はい、5日目いきましょう。で、これまたお小遣いね。はい、おちゃんです。さあ、こっから、スタートだね。まずは下半身と、持続力を1個増やしてから戻しですね。あ、5日目か。そうか、忘れてた。当たり引いてんのにね。まあでも2年連続、あ、3年連続か。でね、横綱候補開いたのは大きいね。しかも初日ってなかなかないよな。あ、講演会か。あ、当たり引いてる。こういう時にね、引いちゃうんですよね。はい、3日目いきましょう。さあ、ここから、申し合いが始まります。集中力が、まあ、3つのパラでは一番上なのかな。だから一番理想的なね、形で稽古できそうですよね。はい、木上さん、そのまま。で、運び足か。で、戻して明日から集中力ですね。薬師さん、お願い。あー、伸びない。高倉さんは67まで上がるのか。このままちゃんとやれば判断力がね。はい、おりゃーと。よし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 、バンバンさん来た。あー、富野子さんはダメ。はい、7日目いきます。そう、筋力をつけてパワーアップなんだけど、まあ、あんまり早めにつけちゃうとね、幕内上がるとね、例の講演会で伸びなくなっちゃいますからね。その辺をちょっと気をつけてね、やらないとダメですね。ちょうどね、この境町さんの具合が、具合なんですよね。さあ、ここからはまた集中力ね、70メートルに上げていきましょう。上がれ。上がんない。錦さんは、さあ、これで明日お小遣いですね。バンバさんがここから申し合い行きましょう。上がらんか。富野小さん頼むよ、上半身。今場所は外れかな。はい、4日目。無双系は足腰が多いね。あの足技でね、おりゃおりゃ。あと足ね、四条さんが受け所さんじゃないことを祈るのみだね。もうこれは15日目までちょっとあえて見ないようにしますけどね。
松さん武器中やったからね。うわー、上がらんか。さあ高倉さん、これで判断力60、67で終了やね。はい、錦さん、ああ小遣いだ。はい、ごつさんです。申し合いだね。おお、いいよ、2つ目上がった。富の声さん負けず、上半身頼む。上がれ、上がんない。はい、9日目七条さんは申し合い。よいしょ。坂井松さんはテコ。ああ、9日目か。まあ一応やってみようか。こういう時当たり引くんでしょ。ああ、引かなかった。はい、錦さんはもう試合だね。またさあ、これで柔軟性が80リーチになったね。バンマさんがいい具合やね。富野小さん、1個でもいいから上半身上がってほしい。はい、10日目いきます。申し合いね。ケアゲさん、はい、ケアゲさんがまあ今年いっぱいかなっていうね、おるんですけど。あ、上がらんか。よしよしよし、1個きた。ああ、よかった。はい、11日目。出し投げはね、上半身下半身いらないんでね、集中力があればいいっていうことなんですね。うん。はい、蹴上げさんは、伸びないんだよね。はい、坂井町さんは、鉄砲。上がれ、上がんない。薬師さんが当たり引いてくれない。10日目だから、ああそうか、錦さん80到達せんねえね。おお、疲れんじゃん、来た。はい、12日目いきましょう。二丁投げは集中力、足腰ね。うん、やっぱ足腰集中力はね、鍛え、特に越したことはないね。はい、ケアゲさん、ちょっと間違えそうになるか怖いな。はい、鉄砲ね。もう武器中さんやったら今年いっぱいのね、技研究になっちゃうけど。上がれ、あー上がらん。おお、瞬発力が90いきそうですね。まあまあまあ、2つ上がっただけでもよしでしょうか。はい、13日目。今日
今日のちゃんこは何でしょう。でこれで明日またお小遣いですね。で最終日にまた研究か。さあこれで集中力20到達。13日目だったよね。上がらないんだよね。まあ一応合わせちゃったけど。さあこれで瞬発力90到達ですね。さあ瞬発力が完走した後どうしようかっていうところですね。マンマさんがもう、ああそうか、今回か。うん、はい、14日目いきます。あ、また議長投げ入れてる。はい、指示をさん、ここでお小遣いね。はい、おっちゃんです。うん、で、けあげさん、坂井町さん、鉄砲。薬師さん、上半身1個でも上がって、あはい、高倉さんは来場所で80いくね、間違いなく。さあ錦さんも、もう試合よいしょ。うん、あ、上がらんねー。さあ富田小路さん、上半身3つ上がるか。上がんない。はい、では、ラスト、これがね、まず四条さんの技研究で武器中じゃないことを祈る。おい、あ、突き落としのタイミング、どっちかいうとアンコウジさんに近いんかな。そしたら、はい、坂井さんもね、武器中さん確定してるんで鉄砲ですね。薬師さん1個ぐらい上がって、上がらんかったはい、高倉さんも試合、来場所15上がれば82で終了ね。はい、錦さんも技研究。はい、どすこい。うーん、技の幅が広がってきたか。バンバさんも試合、あーがダメだった。バン、富田小路さん上がれ、あー上がらんかった。はい、ではね、技の確認いきましょう。まず四条さんから、突き出し、突き落としを持ってるってことだよね。あ、絶妙のタイミング言ってたんで。で、西さんが増えたからね。3ページ目がないよね。あー、切り返し覚えてる。あー、なるほど、悪くはないですね。はい、では、今年はこの陣容で、やっていきたいと思いますんでね。また、初場所で、ね、前半戦後半戦分けてお届けしますんで、お楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。